城花麦屋祭りは、富山県南都市城花地区市街地にて、1951年より、毎年敬老の日の直前の土曜日と日曜日の2日間に、渡り盛大に行われている祭り。富山の小京都と言われる城町ある城花の市街地を、町内ごとに、南都市城花伝統芸能会館、城花座、城花別院全徳寺2カ所の共演会場と4カ所の、 町並み踊り会場を巡回しながら麦や節をはじめと、る岡山民謡と踊りを2日間にわたり披露する民謡祭りで2006年にと山の文化財百選に選定されている。2010年には第60回を記念して3日間にわたって行われた。現在は両日にわたり町並み踊り会場と城花里城花別院全徳寺の共演会場では各町内のほか 特別出演団体として、五香山地方の各保存会、南都平高校郷土芸能部などを招き、麦屋節や小切子しなどの五香山民謡を披露する、他、麦屋踊り講習会、夜には、婦人会、各種団体などによる麦屋パレード、その後観光客も参加しての総踊りも行われる。二日目日中には麦屋節コンクール全国大会なども行われる。総踊りでは、 傘の貸し出しなどもあり、踊りに参加すると、歌詞などが入った手ぬぐいを参加賞としてもらえる。また毎年、麦屋節の新歌詞を募集しており、麦屋節コンクール全国大会の表彰式の後に、入選作の発表と表彰式が行われる。2000年より、ジャンと濃い麦屋と言われる麦屋節ほか五香山民謡などをベースとしたアレンジ曲で踊る。 よさこいのような創作舞踊競技が1日目に行われ、毎年県内外より30チーム前後が参加していたが、上花麦や祭り協賛会は、経費が多くかかることから、20回目を迎える2019年をもって中止した。今後は資金を、本祭の雨天時対策等に当てたいとしている。五か山から伝わり、祭りで歌い踊られる麦や節麦や節をはじめとした。 五香山民謡が上花に伝えられたのは古くから五香山との交流があったからである。かつて陸の孤島と言われていた五香山から最も近い、麓の町である上花は、細くいくつもの峠を越える旧五香山街道で結ばれており、上花へは五香山の主要産業だった蚕から取る木と和紙、炭などを運び、上花で米や、 生活物資を手に入れるなど交流が深い町であった。1925年10月に東京の日本青年館オープン記念として麦屋節が日本の七大民謡として選ばれ、五香山の麦屋節保存会が全国郷土芸能大会に出演。その一行が、戸につく際、上花のあずま座で講演し、それを見分した上花の新町若連中が、 麦屋節新正会を起こし、翌1926年10月には麦屋節保存会より伝授された。また、小切子といちんさサ節などいくつかの五カ山民謡も五カ山地区より伝わっている。1950年10月には上花400年祭が開催され、そこで麦屋節新正会が音頭を取り麦屋踊りが披露され、麦屋祭り開催の機運が高まり、 翌1951年9月15、16日に第1回となる上花麦屋祭りが開催され、今日まで続いている。2020年6月25日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係所団体は70回記念大会となる、この年の開催中止を決定した。翌年改めて記念大会を開催する予定である。麦や節、小切子節、小大神、 四つ、竹節、トイチンサ節、おさよ節などで、踊りは、五カ山地区の踊りと、また町内によって異なるものもある。上花地区の町内及び、団体のほか、五カ山地区より特別出演団体の越中、五カ山麦や節保存会、越中五カ山小霧子歌保存会、越中五カ山民謡保存会、戸賀麦や節保存会、越中五カ山小谷麦や節保存会、 なんと平高校郷土芸能部が毎年出演している。上花地区の町内及び団体が情緒ある4、会場を巡回しながら出演し、間近で鑑賞できる。雨天の場合中止となる。以前は、随戦寺前や、新町通りが会場となったこともある。JR 西日本上花線上花駅の地元町で、ある栄町は、夜間遅くの電車出発時上花駅ホームにて、 見送り麦屋を毎年両日に渡り行っている。これは1952年の第2回の祭りより行われている。アニメトゥルーティアーズの劇中に上花麦屋祭りと毎年5月5日に同地区で行われる上花引山祭りの2つの祭りがモチーフとなっている麦橋祭りが登場し、麦屋節をモチーフとした麦橋踊りが踊られる。また主要人物は、 上花麦や祭りのイメージキャラクターとなっている。2010年には、上花地区、成城町経由会の有志により、麦橋踊りが再現され、2月の、都合森、大志で、初披露を、4月にはアニメで、麦橋踊りの練習場のモデルとなった、全徳寺会館で、講習会、上花別院全徳寺本堂で、さらに9月の上花麦や祭りでも踊りが披露された。 7月、主人公4人が、南都市に特別住民登録され、特別住民票の発行が開始された。また、登録式に合わせ、4人が登場する同年の、上花な麦や祭りポスターが発表された。ありがとうございます。